優しい波の音、皆さんのところに届きましたか？フローレス島のルーテンという町でゲストハウスを営む日本人オーナーマリです。美しい自然がたくさん見られるフローレスの中で、今回はトゥンクシーワと呼ばれる滝をご紹介しようと思います。おとぎ話に出てくるような美しい景色、ここは秘境の楽園と呼ばれることもあります。滝の落差は約75メートル、岩肌に厚く生い茂った苔がこの滝の魅力をさらに引き立てます。しかしながら、レオからカジョンに向かう道はひどい荒れようで、私たちの乗った車はぬかるみにはまり立ち往生してしまいました。この先まだまだこのような道が続くというのですから、諦めざるを得ません。滝がダメなら海へ行こう。私たちは当初の計画を変更してレオの海を目指すことにしました。海岸に近づくにつれ、何やら音楽が聞こえてきました。音楽の正体はこちら。皆さんとても楽しそうです。私たちの車がぬかるみにはまって動けなくなってしまったとき、最初は息子2人が車を押していたのですが、なかなかぬかるみから出られずにいると、近くに住んでいた地元の方たちが泥まみれになりながらも協力してくださいました。フローレスには高級なものはありませんが、都会ではなかなか味わえない人々の優しさに触れることができます。皆さんがフローレス島に来られる際には、天候や道の悪さで計画通りにはいかないことがあるので、柔軟性のある計画を立てることをお勧めします。その際にはぜひ MJR チケッティングゲストハウスにお立ち寄りください。家族一同、皆様のご来訪を心よりお待ちしております。